下関戦争。下関戦争は、幕末に、長州藩と、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの列強四国との間に、起きた、文久三年、1863年と同四年、1864年の前後に回にわたる、上位思想に基づく、武力衝突事件。歴史的には、1864年の戦闘を、馬漢戦争と呼び、 1863年の戦闘は、その原因となった事件として扱われることが多い。今日では1863年のことを下関事件、1864年のことを四国艦隊下関砲撃事件と呼んで区別している。また両者を合わせた総称として、下関戦争が使われているが、その影響で馬艦戦争が総称として使われることもある。 ただ、1863年のことを、下関事件、1864年のことを、下関戦争と呼んで区別している、教科書もある。公明天皇の強い要望により、将軍、徳川家持は、文久3年5月10日、1863年6月25日、をもっての上位実行を約束した。幕府は上位を軍事行動とは見なしていなかったが、 長州藩は、馬藩海峡、玄関門海峡を通過する、外国船への砲撃を実施した。戦後、長州藩は爆命に従ったのみと主張したため、アメリカ、イギリス、フランス、オランダに対する損害、賠償責任は徳川幕府のみが負うこととなった。馬藩海峡の砲台を、四国連合艦隊によって無力化されてしまった、長州藩は、以後列強に対する武力での上位を放棄し、 海外から新知識や技術を積極的に導入し、軍備軍政を近代化する。さらに坂本龍馬や中岡慎太郎などの仲介により、慶応2年1月21日、1866年3月7日に、同様な近代化路線を進めていた薩摩藩と、薩長同盟を締結して、共に東幕への道を進むことになる。嘉永6年、1853年、 ペリー帝督のアメリカ艦隊が、裏側沖に来航し幕府に開国を迫り、翌安政元年、1854年幕府は、日米和親条約を締結した、ペリー来航。安政五年、1858年、アメリカの強い要求により、幕府は、日米通商修好条約を締結し、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも、同様の条約を結び、安政後過国条約。 幕府の鎖国体制は完全に崩れた。公明天皇は和親条約はともかく通商条約には反対であり、安政条約に対する直挙を与えなかった。また、幕府に不満を持つ上位派は、尊王思想から朝廷の上位白行たちと結びつくようになっていた。これらの動きに対して、幕府大老、井伊直助は弾圧政策、安政の大国で応じたが、 万円元年、1860年にと、薩摩脱藩同士によって暗殺された、桜田門外の変。この事件により、幕府の威信は大きく揺らぎ始めた。加えて、開口により、特に木糸が大量に輸出され、品不足、価格高騰が生じ、さらに金銀交換比率の内外差のため大量の、金が流出し、経済は混乱した、五品江戸改装令、幕末の通貨問題。 これに伴って、政情も不安となり、幕府の開港政策を批判する上位の機運は全国的に高まっていった。あとに、東幕の中心勢力となる、長州藩は、文久元年、1861年の段階では、直滅家長井科学の公開演略策による、後部合体策を反論としつつあり、長井自身が、幕府にも具心して、大いに信頼を勝ち得ていた。 しかし、当時藩内であった、尊老上位派とは対立関係にあり、吉田松陰の江戸後僧を制止も弁明もしようとしなかったため、尊老上位派の恨みを買っていた。文久2年、1862年、工部合体を進めていた、老中、安藤信正と、久世広金が、坂下門外の変で失脚すると藩内で、上位派が勢力を盛り返し、同年6月には、長いは、 藩士から罷免され、翌文久三年、1863年には資材を得て自裁した。自然、尊老上位が反論となっていった。長州藩士や長州系の志士たちは、朝廷の上位白行と積極的に結びつき、京都朝廷の主導権を間接的に握るようになっていった。文久三年、1863年3月、将軍、徳川家持が上落。 朝廷は従来通りの政務委任と共に上位の沙汰を申し付け、幕府はやむなく5月10日をもって上位を実行することを想像し、諸藩にも通達した。だが幕府は他方で生麦事件と第二次東デラ事件の損害賠償交渉にも追われており、上位結構は諸外国と勝ち目のない戦争をすることになり、その損害は計り知れないという趣旨の通達も諸藩に、 伝えていた。幕府は賠償金44万ドルを上位期日の前日の5月9日にイギリスに支払うとともに各国公使に対して文書にて開口上の閉鎖と外国人の退去を文書で通告し上位実行の停載を取った。しかし同時に口頭で閉鎖実行の意思がないことも伝え9日後には文書にて閉鎖撤回を通達した。 上位運動の中心となっていた長州藩は、日本海と瀬戸内海を結ぶ海運の要衝である、馬藩海峡、下関海峡に砲台を整備し、藩兵及び老死体からなる平船ほど、半層軍艦二隻、平身丸、後身丸、上機軍艦二隻、神術丸、水野と井丸、いずれも、元イギリス聖商船二砲を、搭載を配備して、海峡封鎖の体制を取った。 上位期日の5月10日、長州藩の見張りが他の裏沖に停泊する、アメリカ商船ペンブローク号、ペンブロークを発見。総武行の毛利元州、長府藩士は躊躇するが、草加玄髄ら強行派が攻撃を主張し、決行と決まった。翌日午前2時ごろ、海岸砲台と、甲信丸、水野井丸が砲撃を行い、攻撃を予期していなかったペンブローク号は、 津王灘へ逃走した。外国船を打ち払ったことで、長州藩の息は大いに上がり、朝廷からも、早速、宝直の沙汰があった。5月23日、長府藩、長州藩の師範の物見が横浜から長崎へ向かう、フランスの通報艦、キャンシャン号、キエンちゃんが、長府沖に停泊しているのを発見。長州藩はこれを待ち受け、キャンシャン号が海峡内に入ったところで、 核砲台から砲撃を加え、数発が命中して損傷を与えた。キャンシャン号は微砲で応戦するが、事情がわからず、ペンブローク号は長崎に戻らず、上海に向かったため、銅線が攻撃を受けたことをまだ知らなかった。交渉のために、初期艦を乗せたボートを下ろして陸へ向かわせたが、反兵は銃撃を加え、初期艦は負傷し、水兵4人が死亡した。 キャンシャン号は急ぎ海峡を通り抜け、高信丸、水野とい丸がこれを追うが、不可を言わせず、キャンシャン号は損傷しつつも翌日長崎に到着した。5月26日、オランダ外交代表、ポルスブルックを乗せたオランダ東洋艦隊所属のメデューサ号、メデューサが長崎から横浜へ向かうべく、海峡に入った。キャンシャン号の事件は知らされていたが、オランダは、 鎖国と異なり鎖国時代から、江戸幕府との長い友好関係があり、長崎奉行の許可証も受領しており、幕府の水関案内人も上官していたため攻撃は、されまいと油断していたところ、長州藩の砲台は構わず攻撃を開始し、水の土井丸が接近して、抗戦となった。メドゥーサ号は1時間ほど抗戦したが17発を、被弾死者4名、戦隊に、 大きな被害を受けす大灘へ逃走した。長州藩のアメリカ、フランス艦船への砲撃は当時の国際法に違反するものである。ペンブローク号は長崎ではなく上海に向かったため事件の知らせが横浜に届いたのは5月25日であった。アメリカ講師、ロバート・プルインは横浜停泊中のワイオミング号の艦長、デビッド・マクドゥガルを列席させて幕府に抗議した。 この時期のアメリカは南北戦争の最中でほとんどの軍艦は本国にあったが南軍の襲撃アラバマ号を追跡していたワイオミング号が巨流民保護のために一時横浜に入港していたものであった。幕府は自身が処理するとしたがマクドゥガルは報復攻撃を促した。前任者のタウンゼンとハリス同様に新幕府姿勢をとっていたプルインも最終的に同意し、 ワイオミング号は横浜を出港した。6月1日、ワイオミング号は下関海峡に入った。冬を撃たれた先の船と異なり、ワイオミング号は砲台の射程外を航行し、下関港内に停泊する長州藩の軍艦の甲信丸、水の犬丸、水の戸井丸を発見し、水の犬丸に狙いを定めて砲撃を加えた。 水野恵土の恵丸は逃走するが遥かに性能に勝る。ワイオミング号はこれを追跡して撃沈する。甲信丸、水野と伊丸が救援に向かうが、ワイオミング号はこれを帰り討ちにし甲信丸を撃沈し、水野と伊丸を逮捕させた。ワイオミング号は報復の戦果を上げたとして、海峡を瀬戸内海へ出て、横浜へ帰還した。この戦闘でのアメリカ側の死者は6人。 負傷者4人、長州藩は死者8人、負傷者7人であった。もともと貧弱だった長州海軍はこれで壊滅状態になり、ワイオミング号の砲撃で、砲台も甚大な被害を受けた。6月5日、フランス東洋艦隊のバンジャマンジョレス巡将を率いるセミラミス号とタンクレード号が報復攻撃のため海峡に入った。 セミラミス号派三十五門の大型艦で、前田、壇の裏の砲台に猛砲撃を加えて沈黙させ、陸戦隊を下ろして、砲台を占拠した。長州藩兵は抵抗するが必ず、フランス兵は民家を焼き払い、砲を破壊した。長州藩は救援の部隊を送るが軍艦からの砲撃に阻まれ、その間に陸戦隊は撤収し、フランス艦隊も横浜へ帰還した。 アメリカ・フランス艦隊の攻撃によって、長州藩は、停滞敗北をこむり、欧米の軍事力の手強さを思い知らされた。長州藩領内では、一揆が発生し、一部の領民は、自発的に、外国軍隊に協力していた。長州藩は、私分以外の農民、町人から広く防兵することを決める。これにより、高杉晋作が、下級武士と、農民、 証人からなる騎兵隊を結成した。また、幼鳥隊、八幡隊、遊撃隊などの諸隊も結成された。長州藩は砲台を増強し、なおも強硬な姿勢を崩さなかった。幕府は、7月8日、国の方針が確定する前の外国船への砲撃は、慎むよう長州藩に通告した。7月16日には、中根和幸城らを軍艦、朝日丸で派遣し、 無断での外国戦砲撃や小倉藩領侵入について長州藩を質問した。ところが長州の騎兵隊員たちはアメリカ軍との交戦で失った長州艦の代用として朝日丸の提供を要求し8月9日には朝日丸をだほ。さらに8月19日から20日には中根和幸城らを暗殺した朝日丸事件。8月13日 三条美美ら上位白業の格索により、公明天皇の神武天皇両参拝と上位神聖の御琴の利が下る大和行行。これにこうして大和国では天中組が挙兵した天中組の変。京都の政局は長州藩を支持する上位派が主導権を握っていたが、8月18日に薩摩藩と京都守護職の合津藩が結託して、 公明天皇の了承の下クーデターを起こし、上位派苦行は失脚。長州藩も朝廷から排除された8月18日の政変。天中組は周辺諸藩の討伐を受けて壊滅した。長州藩をはじめとする上位派の京都での勢力は交代し、志士たちは潜伏を余儀なくされた。現氏元年1864年6月には池田屋事件で、 上位発死した数が殺害捕獲される。7月、孤立を深め追い詰められた長州藩は藩主の冤罪を帝に訴えると称して兵を京都へ派遣し、局面の一挙打開を図った。長州軍は強引に入京を試み、待ち構えた合津、桑名を主力とする幕府側と交戦して御所にまで侵入したが、 五所の守りについていた薩摩藩兵が援軍として駆けつけたことにより撃退され、惨敗を招く結果となった。禁門の変。このほか、文久3年12月24日、1864年2月1日には、関門海峡を航行中の薩摩藩仕様の洋式船、長崎丸、幕府より太陽、長州藩の陸上砲台が砲撃し、 薩摩藩士十四人が死亡した。当日は、視界不良で、薩摩藩の船と認識しての砲撃であったかは、不明であるが、長州藩の謝罪で異常は解決した。しかしながら、翌年にも長州藩兵が、薩摩藩の御用商船、加徳丸を焼き打ちし、乗員を殺害する事件が起きている。長州藩は、上位の姿勢を崩さず、下関海峡は、通行不能となっていた。 これは日本と貿易を行う諸外国にとって非常な不都合を生じていた。アジアにおいて最も有力な戦力を有するのはイギリスだが、対日貿易ではイギリスは順調に利益を上げており、海峡封鎖でもイギリス戦が直接被害を受けていないこともあって、本国では多額の戦費のかかる武力行使には消極的で、 下関海峡封鎖の問題については聖寛の構えだった。だが、中日講師、ラザフォード・オールコックは、下関海峡封鎖によって、横浜に次いで重要な長崎での貿易が麻痺状態になっていることを問題視し、さらに、長州藩による上位が継続していることにより、幕府の開国政策が後退する恐れに危機感を持っていた。現時元年、 1864年2月に幕府は横浜鎖港を諸外国に持ち出してきていた。日本人に上位の不可能を思い知らすため文明国の武力を示す必要を感じたオールコックは長州藩への懲罰攻撃を決意した。オールコックのこの方針にフランス、オランダ、アメリカも同意し4月に四国連合による武力行使が決定された。 オールコックは本国に下関を攻撃する胸の所管を送る。だが、本国外務省は依然として日本との全面戦争につながりかねない、武力行使には否定的でこれを否認する胸の訓示を日本へ送る。この当時はイギリスと日本との連絡には2ヶ月から半年かかり、訓示が到着したのは攻撃実行後となり、結局、 現地講師の裁量で戦争が進められることになった。イギリスに留学していた長州藩士伊藤俊介と井上文太は四国連合による下関攻撃が近いことを知らされ戦争を止めさせるべく急ぎ帰国の途に着いた。イギリスの国力と機械技術が日本よりはるかに優れたことを現地で知った二人は戦争をしても絶対に勝てないことを実感していた。 伊藤と井上は三ヶ月かかって六月十日に横浜に到着。オールコックに面会して藩主を説得することを約束した。オールコックもこれを承知し、二人を軍艦に乗せてアーネスト佐藤を伴わせて文護国姫島まで送り、長州へ帰させた。二人は藩長に入り藩主、毛利高地下と藩主信に留め線を解いたが、長州藩では依然として、 強行論が中心であり、徒労に終わった。6月19日、四国連合は20日以内に、海峡封鎖が解かれなければ、武力行使を実行する旨を幕府に通達する。なお、艦隊の出発前に、フランスから幕府の外交施設団、横浜佐幸団班施設団が帰国したが、施設がフランスと取り交わしたパリ役場には、関門海峡を3ヶ月以内に通行可能にする。 条項が含まれていた。オールコックは、幕府がこの役場を批准することにより、四国連合からフランスが脱落することを恐れたが、幕府は役場の内容を不満として、批准は行わなかった。結果、攻撃は予定通り実施されることとなった。7月27日、28日にキューパ9%ー中上、イギリスを総司令官とする四国連合艦隊は、 横浜を出港した。艦隊は17隻で、イギリス軍艦9隻、フランス軍艦3隻、オランダ軍艦4隻、アメリカ仮想軍艦1隻からなり、総員約5000の兵力であった。また横浜には、イギリス軍艦1隻、アメリカ軍艦1隻と香港から移住してきた、陸軍文献隊船350人が待機していた。8月4日、 四国連合艦隊の来襲が近いことを知った。班長はようやく海峡通行を保証する。止め戦方針を決め、伊藤を漁船に乗せて、交渉のため艦隊に向かわせるが、艦隊はすでに戦闘態勢に入っており手遅れで、あった。下関を守る長州藩の兵力は、騎兵隊、高杉は、前年に解任されており総艦は、赤根武人など二千人弱、宝百門卿であり、 主力部隊を京都へ派遣していた7月19日に金門の変が発生していることもあって弱体であった。大砲の数が足りず、木製のダミーの方まで用意していた。5日午後、四国連合艦隊は長府城山から前田、弾の裏にかけての長州砲台軍に猛攻撃を開始した。長州藩兵も応戦し、前田砲台、周三崎砲台、 弾の裏砲台などが前線するが、火力の差が圧倒的であり、砲台は次々に粉砕、沈黙させられた。艦隊は砲撃支援の下で前田浜に陸戦隊を下ろし、砲台を占拠して砲を破壊した。6日、弾の裏砲台を守備していた、騎兵隊軍艦、山形京介は至近に闘病していた敵艦に、砲撃して一時混乱に陥れる。だが、 艦隊はすぐに体制を立て直し、砲撃を仕掛け陸戦隊を下ろし、砲台を占拠して砲を破壊するとともに、一部は下関市街を目指して内陸部へ進軍して、長州藩兵と交戦した。7日、艦隊は、彦島の砲台軍を集中攻撃し、陸戦隊を上陸させ砲60門を露覚した。8日までに、下関の長州藩の砲台はことごとく破壊された。 陸戦でも長州藩兵は旧式銃や槍弓矢しか持たず、新式のライフル銃を持つ連合軍を相手に敗退した。なお、イギリス軍にはカメラマンのフェリーチェベアトが従軍し、戦闘の様子を撮影している。ベアトにとっては、クリミア戦争、インド大反乱、アロー戦争に続く4度目の従軍撮影であった。8月8日。 戦闘で惨敗を喫した長州藩は、講和施設の使者に、高杉晋作を認じた。この時、高杉は脱藩の罪で監禁されていたが、加納しし土備前の養子し土ど業部を名乗り、四国連合艦隊機関の由来アラス号に乗り込んで、キューパー司令官との談判に臨んだ。イギリス側通訳のアーネスト佐藤はこの時の高杉の様子を非常に呆然としていたが、出された要求は、 何の反対もせずにすべて受け入れたと述べている。18日に、下関海峡の外国船の通行の自由、石炭、食物、水など外国船の必要品の売り渡し、悪天候時の船員の下関上陸の許可、下関放題の撤去、賠償金300万ドルの支払いの5条件を受け入れて講和が成立した。ただし、賠償金については、 長州藩ではなく、幕府に請求することになった。これは、巨額すぎて、長州藩では支払い不能なこともあるが、今回の外国船への攻撃は、幕府が、朝廷に約束し諸藩に通達した命令に、従ったまでという名目であった。この談判の際に、すべての要求を受け入れた高杉が、彦島の咀嚼だけは断固として拒否し、香港のような外国の領土になるのを不正だという、 逸話が有名である。しかしこの話は当時の記録にはなくずっと後年になって長州側の通訳を務めた伊藤博文が10回した話であり真実か否かは不明である金門の変の勝利を受けて幕府は長州藩への攻撃の準備に取り掛かった第一次長州征伐京都と下関との二度の敗戦で戦う余力のない長州藩では保守派 俗論党が主導権を握り、11月に金門の変の責任者を処罰して幕府に謝罪教授にした。12月、この俗論党政権に対して、高杉晋作が騎兵隊を率いて、拒兵、高山寺拒兵。翌慶応元年、1865年に、高杉らは内戦に勝利し、倒幕派が長州藩の主導権を握るようになる。 下関戦争の敗戦を受けて、長州藩は上位が不可能であることを知り、以後はイギリスに接近して、軍備の増強に努め、倒幕運動を推し進めることになる。なお、オールコックの手元には届かなかったが、イギリス政府は日本における軍事行動を禁止する訓令をすでに出していた。下関戦争は結果として、この訓令に背いたことになり、その責任を問われて、 オールコックは、中日講師を解任され、本国に召喚された、1864年12月25日、離日。長州藩との講和談判によって、300万ドルもの巨額の賠償金は幕府に請求されることになった。イギリスはこれを交渉材料に、フランスオランダと共に、将軍、徳川家持の滞在する大阪に艦隊を派遣し、幕府に、 安政後過酷条約の直許と賠償金の減額と引き換えに兵庫の早期開港を迫ったが、兵庫開港要求事件。兵庫は京都の資金であり、朝廷を刺激することを嫌った。幕府首脳部は300万ドルの賠償金を受け入れた。幕府は150万ドルを支払い、明治維新後に新政府が残額を明治7年、1874年までに分割で支払った。 明治16年1883年2月23日、チェスター・アーシャーアメリカ大統領は、不当に受領した下の賠償金78万5千ドル87セントの日本への返還を決済した。300万ドルの賠償金の分配は、アメリカ、フランス、オランダの3カ国の戦艦が42万ドルを分け、 残額258万ドルは、連合艦隊の4カ国に分けたため、アメリカは合計で78万5000ドルを得ていた。実際のアメリカの損失は、だった。なお、ワイオーミング号の損害は日本への威圧のために起こった、ことで、日本ではそれ以上の損害が発生しており、連合艦隊への参加は、朝鮮滝暗号一艘のみの参加で64万5000ドルを得たことになっていた。 結果、アメリカの損害は合計1万ドルに過ぎなかった。この賠償金はアメリカ政府の公認を得たものでなく、弱小日本に対する威圧によって得たいわば不当なものであった。アメリカ合衆国国務省は日本から分割金を受領するたびに国庫に納めず、国債として保管していた。その実情を、明治5年1872年、フィッシュ国務長官が 森谷の利口誌に伝えたことから、日本側では機会を捉えては返還の要請をしていたものである。日本では、明治22年、1889年、返還金の元利金約140万円を、横浜港の実行整備費用、総額234万円に充当することを決定し、明治29年、1896年5月に完成している。 現在パリの廃兵員アンバリットに展示されている長州藩の大砲は18ポンド砲である。これは長州藩が三浦半島の警備を命じられた蔡の開営7年1854年に佐久間昭山の指導のもとに江戸で製造したものであり、これを下関に移したものであった。加えて萩の軍事鋳造所でも大砲が鋳造された。 陸戦隊と一緒に上陸したアーネスト佐藤は、他に24ポンド砲、32ポンド砲、制動制の11インチ砲があったと記録している。連合国艦隊の大砲は表に示した通りであるが、長州藩の大砲より、はるかに大型であった。加えて、長州藩の大砲は砲空も同時に鋳造する製造方法であったのに対し、連合国の大砲は、 方針を鋳造した後に、ドリルで削って正確に報空を作成する方式であり、性能的にも差があった。この他にも山口県下関市調布の港、山寺境内にある調布博物館に一門、実物の大砲が保存されている。馬漢海峡は、海峡の両側とも険しい山になっているが、長州藩の砲台はこの地の利を生かすことなく、十五箇所の砲台は、 いずれも海岸に近い手地に構築されていた。加えて、崖の下の砲台も多く、砲弾が崖に命中すると岩の破片が砲台に降り注いでしまうという大きな欠陥があった。また、砲台は正面の敵にのみ対応できるようになっており、複数の砲台が連携しての十字射撃はできなかった。他方、連合国艦隊のキューパー提督は、 撮影戦争の教訓を取り入れており、複数の艦からの共同攻撃により、各砲台を個別撃破していった。このように、両軍の間には、兵器の性能の差だけでなく、戦術の差もあった。上陸した陸戦隊に、長州藩兵が切り込みをかけるようなケースもほとんどなく、戦後長州藩では、侍は案外役に立たないとの認識が生まれ、騎兵隊他の諸隊が増強されていく。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。